そこにいる爪の黒い人がいるんですけど黒いいマニキュアって持ってて持ない <laughs> 何を言ってくれてるんだ <laughs> <laughs> るんだか木崎を演じられてここはさすが大変だったなぁと思ったところってどういうところですか あー最初の「リベンジャーズ」は出番も少なかったですし効果的に出てくるっていう感じだったのであの必然的にちょっと怪しく見えていたというかでも、この,あの運命と決戦に関しては割と出ているのでその場その場での言い方とか割と長めのセリフだけどキサキってどうやって喋るんだろうなみたいな <laughs> ことを考えながら演じてましたね。あと関係ないですけど <coughs> 大変だったことは、今日朝メイクをしていたら、そこにいる爪の黒い人がいるんですけど、あのー、ゆきくんです、<は>ゆきくんが朝、こうなってきて、黒いマニキュアって持ってない <laughs> 持ってねえわ <laughs> と思って、ちょっと北村匠海んがライブでマニキュア塗ってるのかっこいいなって思って、そっから僕の真似したくて、つい先日、あの吉沢君と山田君が来てくれたんですけど。 したら爪が黒くなってたんで <laughs> <laughs> まさかバラされるとは思うバレるバレないじゃないもんね <laughs> そう,そう <laughs> 自信何を言ってくれてるんだ塗ってるんだからバレるバレないじゃないんだからそういうこともあったんでねすごい汗かいてきましたわかりましたありがとうございますはい